television soccer fans. Today, we're going to meet the creative producer of the PES franchise, Mr. Shingo Seabass Takatsuka, and ask him what the core concept of PES 2012 is. So, don't miss it.前作も含めて、我々の共通のテーマであり、ユーザーから期待されているのは、思い通りのサッカーを実現することです。ユーザーの意図を、ダイレクトにピッチ上で実現できるゲームを目指しています。そのためにですね、2021では、全方向ドリブル、またマニュアルパスなどに力を入れました。それによって、選手個人に関してはすごく自由なプレーを提供できたと思います。ただし、結果としてはですね、ディフェンスに詰まってしまうと、一人で抜いていく展開が多くなってしまうかっていうことが、我々のちょっと残念なところであり、つまり、展開については自由になっていないんではないかと、そう思いました。で、これは我々が目指す本物のサッカーとは言えないのではないかと。サッカーで一人で攻める、チームで攻めるっていう、2つの選択肢があるはずですよね。2012ではまず、チームで攻められるように改良を始めたんですね。チームで攻める場合、重要なのは何か。それは、味方のサポート、つまりオフザボールですね。そこにまず、重点を置きました。2012の、改良点の一つとしては、自分がトラップする前、そこから、すでに味方が反応してくるようになっています。それによって、ワンツーの状況でも、3人目の選手が動き始めて、かなり自由度が広がっていく、そういうような展開になります。また、タイミングだけではなく、走るコースもですね、本物のサッカーを目指しています。単に、フィールド前後に走るだけではなくて、空いたスペースに、ダイアゴナルラン、斜めに切り込んだり、そういうような動きも、ふんだんに取り入れています。また自分がサイドにボールを持っていくと、後方から味方が一気にサイドを駆け上がってくる、それは皆さんかなり一般的に想像されるシーンなんですけども、そういうようなことも多くなりますし、自分がポストプレーをしているときに、シュートを打ちに寄ってきたりとか、それは当たり前のことが、非常に起こるようになってますね。ただパスコースを作ってくれるだけではなく、味方がおとりとなって走ってできたスペースにですね、プレイヤーがドリブルで切り込んでいくというようなことも、かなりできますね。それによって2012では、パスをつないだりドリブルで抜くっていう選択肢がかなり柔軟に増えましたので、展開もより自由になるし、しかもそれは本物サッカーにより近い展開になったと思います。今作では、そのようにオフェンスで非常に良い展開ができるようになりましたので、当然それに対抗するべく、ディフェンスにもかなり改良を加えました。例えば、マンマークの場合、今までよりも、マーカーについていく精度や、コース取り、AI ですね、相当改良していますし、またゾーンディフェンスのマークの受け渡しなど、かなり今まで以上の納得にいくレベルを目指しています。また今回リレーディフェンスの操作を改良しまして、相手のスペースを消したり、ボールを奪うタイミングを測るっていう、前作でもやってることですけども、より今作の方が簡単に行えるようになっています。自分がボールを奪ったり、リレーで時間稼いだり、ディフェンスでも個人と組織のプレーが、より自由になりまして、それによってレベルの高い攻防ができるようになっています。去年から引き続きプレイヤー操作も、より自由にしなくてはならない。ではどの場面で、それを生かすのがいいのかということで、我々今回1対1という局面にも、フォーカスを当てています。ドリブルで相手と対峙する際に、簡単な操作で右左
右などいわゆる重心の駆け引きですね。そのようなユーザーの操作をダイレクトに簡単に伝えられる操作感を目指しています。守備側もまあディレイが向上してますので、まあ、意図した通りにまあついていけるし、また簡単にはまあ抜かせることもないですね。それにより、まあ当然接触プレーも増えますよね。そこで前作以上に、競り合いとか、体のぶつけ合いなどの、まあ、その辺の表現に、まあ、力を入れるようにしてます。1対1っていう、まあ、操作の楽しさだけではなくてですね、より感情的に、いわば実際の選手の緊張感や興奮さえも、まあ、リアルに体験できるではないかと、まあ、そう思ってます。It's said that PES 2012 is another step closer to real football as it gives players greater freedom at both individual and team level. What else is new? Of course, the mode and edit are new elements, but I hope to introduce them to you in the future a little bit.Sivas told us that the online community was being made into an even bigger, more fun place for users to interact with many new features, including inter-community rivalry. 今後はですね、いち早く体験できるイベントなども、積極的に開催していきますので、ぜひ参加していただいて、その際には、まあ、皆さんから声をいただいて、また商品に積極的に反映させていきたいと思います。毎日ゲームを作って、まあ、遊んでそれを評価しながら、まあ、少しずつ完成に近づいてます、まあ、ファンの皆さんにも期待してほしいとそう思います。ぜひ新しいシリーズを、見て触って楽しんでほしいと思います。それではバイバイ。高塚でした。